海洋子は日本のフリーアナウンサー、ファイナンシャルプランナー、オールウェーブアソシエツ所属、静岡県静岡市出身、大学卒業後一時会社員生活を送る。その後東京アナウンスアカデミーに学びキャスターに転身。ラジオ担パの経済モーニングエクスプレスを皮切りに、経済、金融系を中心に報道、対談番組を数多く担当する。 1990年4月からテレビ東京で株式ニュースを担当。東京証券取引所の全場寄付直後、全場終了後、5場終了後の1日3回を約13年担当した。この間、ファイナンシャルプランナー CFP 資格1級 f p にの市を取得した。2003年9月末をもって株式ニュースを卒業し、一旦休業。 同年11月から1年間のスペイン留学を経て2005年から活動を再開。現在は人材派遣会社イメージキャラクターや司会、講演等で活動している。ABCD ご挨拶。FP アナウンサー海洋公ウェブサイト2006年3月31日。さようなら。ニフティサーブ2007年9月6日夏のチャレンジ。アカシアさんチャンネルオーディション。ありがとうございます。